はいどうもアニマルパテマサでございます。というわけで今回も金魚動画でございます。導入3日目ですので、こちらの方の餌与えます。レートアカムシです。2ブロック分ですね。私は使ってないね、こだわりアカムシっていう、もうプレートタイプのやつですね。割って使うやつですね。あれがねすごく使いやすくて好きなんです。はい、というわけでまずはエアレーション止めましょう。全部吸い込んじゃいますんでね。底面式とかスポンジフィルター、右の方にあるスポンジフィルターみたいなのは大丈夫なんですけど、こういう吸い込んじゃうタイプのやつは止める方がいいと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、松ももいっぱいあるんですけどね、まあもう割らずにこのままねパサパサっとして、あ、溶かしちゃいますもん。直接ね水槽の中でこんなもんでね水温差変わりませんのでね。はい、まあ、こんな感じでちょっとある程度入れてという感じで一回様子見ましょう。初めての餌やりなんでね、食いつきとかも見たいんですけど、まあ赤虫はね食いますね。どんな魚でもある程度食ってくれますね。うん、赤虫は好きですね。はい、まあ3日も飯を抜いてりゃねこうなりますわ。食いますね。お腹減ってたんかな。減ってたやろそら。松もも結構かじられてるしね。まあ、こんな感じでね、赤虫でね、赤虫とかもこういうちょっとタンパク質の強いものが多い方が肉流はつきやすい、頭にね、はい、大きくなりやすいそうです。結局半分に割ってワンブロックだけ今回やることにしました。はい、こんな感じでねこれを全部も溶かしてやっちゃおうかなとね、はい、思っております。はい、こんな感じです。まあ赤虫のね欠点といえばやっぱフィルターに詰まりやすいとかね、水がやっぱ汚れやすいっていうのがねあるんで、まあでもうちの場合結構赤虫大量に買ってるんで、冷凍でね買ってありますんで、まあメインで赤虫を与えようかなと思ってます。1日まあ1ブロックないしは2ブロック、朝夕で1回ずつぐらいでもいいかなとは思ってるんですけども、金魚はとにかく糞がすごいんでね、もう食べたら食べた分ぐらい出ますからね。水質がすぐ悪くなるんで、まあもうその辺は掃除でちょっとカバーしますかね。まあ食べた分だけ大きくなりますからね、ほんでね金魚はね。まあ、このようにそこの砂をスパスパしながらね食べております。はい、まあ、若干ちょっと深いんかなこの子たちにすれば。ちょっと浮きやすそうな感じもしてますけども、まあ大丈夫ですよ、食えてるしね、運動やと思ってね頑張って潜ってもらえたらいいかななんてね思っております。でですね、こちらの、まあ、お気づきになっている方もいらっしゃると思うんですけども、赤い方の頭に白いポッチが、はい、ちょっとこっち向いてくれへんかな、赤い方こっち向いてくれ、ほら頭に白いとこあるでしょポツッと、これねニキビかな。病気では多分ないと思うんですけども、まあ成長期とか、まあもうね、若者もね、人間の若者もそうですよね、成長期にはね、ちょっと皮脂分泌が上がってニキビができる、そんな感じで肉瘤が大きくなるときにねできるそうなございますんで、まあ放置してね様子を見ようかななんてね思っております。というわけでね、初日の餌やり初日でございますね。まあもう水の中に入れて3日目、水槽立ち上げから4日目でございます。まあこの後ね餌がなくなったらエアレーションも元戻してろ過を強化しようと思っております。まあこんな感じでとにかく初っ端の餌は終わりましたと。さあ、というわけで今回は餌やりと頭に白い出来物ができてましたが、おそらくあれはニキビじゃないかなと、はい、思っておりますので、まあ放置しようかなと思ってます。というわけで金魚順調です。アニマルパテモソでした。アニモー。